ジョイサウンドマックス号ジョイサウンドは、エクシングが運用する、業務用通信カラオケのシリーズの総称。ロゴマークは、ジョイサウンドの二つ目の、王の中心に、がついている。ダムがと並べて、ジョイと略称されることもある。ジョイサウンド直営店、カラオケボックスチェーンについては、エクシングの子会社である、スタンダードの記事を参照。 着メロ、SNS、歌好きなどのコンテンツと連携したサービスを行っている。特に、歌好きで行われている、リアルタイムリクエストとの連携によって、特定歌手のマイナーソング、東方プロジェクトアレンジ曲などをはじめとする、同人楽曲、ニコニコ動画のアマチュア楽曲やボーカロイド楽曲が、他社よりも多数配信されているという特徴を持つ。 歌好き会員数は2014年9月8日に1000万人を突破した。最新機種、ジョイサウンドマックス号の配信曲数は2019年6月、現在で業界最多の30万曲以上である。ガイドボーカルは一部楽曲のみとなる。なお、これは人間の歌唱ではなくシンセサイザー機能のボーカルとなっており。 ガイドボーカルはすべてオリジナル歌手が歌っているものではない。歌っているのは荒木由里などの歌のプロたちが歌っている。家庭用ゲーム機向けのカラオケソフト。Wii 版およびプレイステーション3版の配信楽曲は7万8000曲以上。選曲番号も同一で、公式ウェブサイトでの楽曲検索でも一括りで扱われる。なお、 2020年6月30日に配信を終了している。ジョイナビ、曲ナビ、パセラなどで使用される、シグマシステム用の、シグマナビ、カラオケの鉄人で使用される、空鉄ナビなど、主に統合カラオケシステムにおいて、曲ナビと共通のハードウェアを使用したリモコンが、使われる例が多い。曲ナビ、ジョイパッド、曲ナビ、セットトップボックス、サウンドエフェクターセッションボックス。 ありがとうございます。